来ました。はい、ということでこちらの欧風牛タンカリーにこの彩り野菜、そしてドサンコモッツァレラということでね、もうこのゴールデンメンバーが揃ったこのカレーいただきたいと思います。まずね、この見た目すごいいいでしょ。なんですけど一番メインの牛タンはね、一番下に隠れてるんで、それをこう探しながら食べたいなと思います。ちなみにあのご飯は麦飯ですよね、はい、あの牛タン屋さんって結構麦飯が多いじゃないですか。仙台そこちょっと意識して、いやすごいいいこだわりじゃないですかいただきます。うん、あーいい。いやこれね、コクを感じるんですけど、なかなかね味わうことのできないね、この風味とか味がね、すっごいご飯にマッチしますね。このね、牛タンのね、やっぱりブイヨンを使ってるということあって、この旨味、ほんといいな。うん、うまい。辛いもの好きな人、僕これ激辛にしてるんですけど、ほんとに僕の好きなこのスパンとくるね、爽やかな辛さがね、たまらないですね。いや、チーズの部分いきますよ。すごいトロトロですね。最高です。皆さん出てきました、牛タンでございます。これすごいっすね。もうスプーンでねこう入れるだけで取れちゃいましたよ。これだけいきますよ。このね、牛タンだけね、食べる価値ありますね。本当に柔らかくて、もう口の中で結構ね、とろけるっていうのもいいんですけど、この旨味がすごい詰まってますね。じゅわって出てくる感じいいですね。じゃあこれご飯と一緒にいっちゃいますよ。最高っすね。いやこれめちゃくちゃ美味しいっすね。いろいろ最初ですね、鶏ガラとかね、いろいろ作ったりしましたけど、チキンカレーみたいな、なかなかうまくいかなくて、いやほんとここでしか食べられないっていうか、そういう感じのルーカレーですね。美味しいです、本当に。はい、こちらスープカレーも食べられるってのがいいですよね。牛タンスープカリー、それに彩り野菜をつけていただいております。こちらもいただきます。ちょっとこっちはね、もう最初からいきますよ。この牛タン、いやこれもう美味しそうですね。スパイシーですね。なんだろうなこれ。ちょっとご飯いきますね。うん、これご飯に合うねスープカレーですね。それで、ね、やっぱりルーカレーはこう濃厚でコクをしっかり感じるところ最高だなと思ったんですけど、こっちはものすごいねこのスパイシーさが爽やかで、これもいいですね。うん、あこれご飯大盛りおすすめです。ちょっとチーズの中から牛タン見つけましたよ。よしよしよし、うん、うまっ。これはねめちゃくちゃいい。うわー、なんだろうなこれ。チーズがね思いのほかどっさり乗ってて、こう牛タンと合わせたらもうね最強ですね。うわ、
これ、わかります？この大きさです。人参ですよこれだってザクって切ったって感じでしょ。もうこの大きさ、このサイズすごいな。あ、やっぱね、ルーカレー合いますね。これ箸で食べる、箸が置いてありますけど、やっぱ箸で食べるのかな、思いがちゃいますね。いいですよね、箸とスプーンの二刀流の方は結構やっぱりこれが、これが大きいと。はい、こんだけ彩り野菜ついて300、かなりボリュームありますよ。ご飯がライスと彩り野菜ついて、牛タンもかなりボリューミーなんで、がっつり食べれますね。コスパは最強だと思います。手力が本当最強だと思います。ちょっと赤字覚悟なレベルですよね。かなり今ギリギリのライン。だって790円ってちょっとおかしいなってぐらいですよね。そうですね。いやー、食いました。ちょっとね、コスパ良すぎじゃないですか。かなりお腹いっぱいになりましたね。牛タンカレー恐るべし。うまかった。